と思います。無人艦投票の発表をご覧いただきましょう。テーマは発砲機関です。それでは無人艦投票の皆様、よろしくお願いいたします。 Next is the last of the battery the performance by 無人艦投票 Their performance is 発砲機関 literally translated as Eightway and a secret word。はい、それでは無人艦投票発砲ピケをテーマに演技をいたします。一度、レッツ。無人艦道場ですね、千葉県野田市に本部を置きます。無人艦武道隊をテーマに、活動しております。世界各国の歴史がありますけど、本日は、各代表候補を選定してやってまいりました。テーマは発砲美形ということですので、本日は美戦闘、薙刀、槍、手裏剣、吹き矢、六尺四刀、如意棒、大釜、忍者刀、この日本の古武道、無人艦道場は9つの流派が成り立っておりますので、その一つ一つを武器の使い方、またはそのベースが対決の使い方を見ていただきたいと思います。それでは早速ですけど始めます。1本目、四孔。遠目はちょっと違いですが、右の演武の方が天に鍵のついた武器をはめています。こういったものを使って木に登ったり穴を掘ったりするわけです。まあ武器というより実際はそういったもので遁甲の術ですね。爪がついていますので、そこの爪の間で刀を受けたわけです。はい、よろしい。はい、続きまして手裏剣と吹き矢、同時に行います。手裏剣は棒手裏剣という非常に、尖った鋭い、今日本でやりますけど、十字手裏剣と違いまして棒状のものですから、非常に打つのに、技術を要します。投げ方は直弾砲といいます。回転しておりません。正確には4分の1回転です。そのまま吹き上げていきます。まあ畳の表裏を利用しました。1回目は帽子振りだったんですが、そのまま我々は、風船で押してます。2回目は演技者吹き上げです。実際は矢の先に毒を塗っておくわけです。はい、3本目、反棒。反棒です。三尺棒とも言います。起こりはですね、槍投げ、槍等の、柄の部分を切り落とされてしまう。残った柄の部分、六尺の長さ、その六尺の長さが六尺棒、さらに半分に切り落とされてしまったので、三尺棒、反棒術と言います。ですから、上術よりも棒の太さが違います。太い剣形です。4本目、六尺四孔。長大道場。六尺というのは、1.8m。棒術が基本なんですけど、その棒の中に鎖袋を通す。これ、本物であると非常に危険ですので、演武用に。まあ、はい、よし。大釜。普通の構えよりさらに大きな構えになります。で、先に入り、そこに、まあ、今日は演武用でロープです。彼らはトーマス、フィンランドから、武道の支援を日本に来ています。はい、よろしい。なぎなた。この姿を見ていただきたい。勇ましい。
赤染めです。侍大将の設定です。勝ち取りです。早く。